サンイコールプリエストは、フランス、オーベルニュローヌアルプチー圏、県、メトロポールド・リヨンの都市、リヨン南東部の郊外都市である、大リヨン都市圏に属する、西尾、ベニ州、北西オブロンと接する。1900年頃のサンイコールプリエスト村陶器の破片を含む数多くの考古学的発掘から、太古よりこの地に人が定住していたと見られる。 新石器時代から青銅器時代初期までのものである多くの墓、服装品、陶器や石器が見つかっている。20世紀の間にサンイコールプリエストは人口約2500人から約4万人まで急増した。20世紀初頭のサンイコールプリエスト村には穀物や野菜、ワイン生産、家畜の飼育を行う農民が暮らしていた。サンイコールプリエストは リオンへの牛乳供給地であった。リオンの織物業者たちがマニシューやミプレーヌ集落に業務を委託した。1918年以降、急速な工業化が進んで人口が倍増した。1968年、サンイコールプリエストはイゼール県からローヌ県へ移った。ルノートラックや KLM の工場がある。コミューン東部は現在も農業生産地である。 サンイコールプリエスト駅とテルの車両表記は世界全地図ライブアトラス等によるありがとうございます。